ダウ・ジョーンズはアメリカの経済新聞ウォール・ストリート・ジャーナルの発行元であるアメリカの経済関連の出版社、通信社である。ダウ・ジョーンズ・ジャパン本社1882年にチャールズ・ダウ、エドワード・ジョーンズ、チャールズ・バーグ・ストレッサーの3人が出資してニューヨーク証券取引所の近接地に設立したのが始まりで当初は手書きの経済ニュースレターを ウォール街の経済関係者に配布することに始まり、1889年7月にウォールストリートジャーナルが創刊される。1967年にはアメリカ大手の通信社 AP 通信との提携をしてた。さらに1896年にはダウ平均と言われるダウジョーンズ工業平均株価という制度を設け、 ニューヨーク株式の指針として幅広く活用されるようになる。1999年からスイスサム社と共同で提供する株式指標ジャシーは SRI の世界的な指標となっており、日本からは NTT どこも伊藤中小児等が選定されている。2007年にニューズコーポレーションにより買収され、現在はニューズコーポレーションの子会社であるルビーニューコ LLC の完全子会社である。 2010年にニュースコーポレーションはダウジョーンズのインデックス算出事業の株式の9割をシカゴマーカンタイル取引所グループに売却2012年7月以降ダウジョーンズのインデックス算出事業は S&P ダウジョーンズインデックスに移行したニュースコープコンプレックステイクオーバーオブダウジョーンズニューヨークタイムズ2016年12月18日閲覧 CME2TEKE CONTROL OFF DAW INDEX BUSINESS Financial Times 2016年12月18日閲覧 CME マグロローチ S&P DAW JOHNS ZAX 2016年12月18日閲覧ありがとうございます